8月の29日の木曜日、ビデオを出すことができなくてごめんなさい。すいませんでした。なんかお待ちね、楽しみに待っていただいてる方がいらっしゃると思う、いらっしゃったと思うんですけど、はい、ちょっとね、二人ともバタバタ忙しくて、ビデオを作ることができませんでした。本当に、すいませんでした。ごめんなさい。今日ご紹介するのはゴールドボナンザというアリストクラットのマシンになります。はい、ちょっと懐かしいね。懐かしいのね、うん、これですね、以前に私ビデオで出した30回回すシリーズなんですけども、はい、180ドルすでに入っています。マックスが6ドルですね。はい、マックス30ってやつですね。そうなんです、はい、60セント1ドル21ドル83ドルでマックスが6ドルで、はい、このシリーズは6ドルで30回回すっていうシリーズだったので、はい、はい、6ドルでやります。はい、辛いシリーズです、ね、そうそう、最近ちょっとこのシリーズお休みしてるんですけどね、うん、はい、これはですね、このワイルドはワイルドですね。はい、でこのドルマークが3つどこでも来てボーナスになります、はい、S マークのドルマークですね。はい、そうです。はい、 OK、 どこでも3つね。はい、ボーナス、これでボーナスがもらえます。あれ、ボーナス何回だっけ、これは。覚えちゃないな。 OK、 OK、 ボーナス来たらわかるからね。ごめんなさいね。これ実はある視聴者さんからのリクエストだったんですけども、はい、なんか金の延べ棒みたいなキャラクターのスロットがあって、そうだね、言ってたもんね。シンガポールか、うん、どこかでやったんだけど思い出せなくて名前が分かんなくてって言うんで、はい、多分これのことだと思うんですね。もう一個、ちゃん、うん、そう、もう一個私と赤星さんが浮かんだスロットがあって、そう、それはね、バッファロー、そう、バッファローの絵が違う版で、そうゴールドバーが出てくるやつなのね。最初それだと思ったのね。最初それだと思ったのね。うん、そしたら金の延べ棒のキャラクターって言ってたんで、もしかしてそのキャラクター動いたりしますかって聞いたら、うん、その通りということだったんで、うん、あ、だったらこれだなっていうことで、これだったらいいんだけれども、うん、そしたらね。ちょっと楽しんでいただけるかなと思ったんですが、なんですね、はい、また違ったらね、コメント欄で教えてください、はい、またお二人で探してみますので、はい、でこのマシンがもうちょっと今置いてるとこがないんで、そうなのよね、ちょっと申し訳ないんで、ちょっと過去のビデオから抜粋して、はい、今やっております。はい、はい、私も昔はよくやったな。これ新しいよね、これ豚さんのやつね、うん、もう一つねあるんだけどね、シリーズがね、うん、あれね、模様が、模様っていうか柄がね、そうそうそう、柄がね違うやつね、うん、違うだけでね、うん、同じなんだけどね。もう180ドルあったお金がもうこんな減っちゃってるよ。やっぱ1回6ドルってすごいね。そうだね、うん、でも結構このマシンって、うん、割となんていうか稼げた機械じゃなかった。そうね、なんか私結構これで800ドルとか900ドル、3ドル掛けぐらいでなった記憶があるんだけど、3ドル掛けぐらいがベストかもしれない、うんうん、これ6ドルはちょっときついかもね、うん、っていうか、うん、この当時はまだ6ドル掛けは私できなかったから。そうかな、うん、3ドル掛けとかしか、うん、できましたね。その例の金の延べ棒のキャラクターが触れましたよ、ラッキーボーナス。はい、そう、まだね1ドル50とか3ドルで、はい、これはですね、やはり選ぶやつですね。12フリーゲーム、10フリーゲーム、8フリーゲームで、それぞれ12だったら2倍か3倍。はい。2倍か4倍。8だったら2倍か5倍。はい。どれにする？私、真ん中？あ、そうだね。そうしましょう。っていうかもう、これやった後だから分かってるでしょ、そうだね、クリは。いや、覚えてないわ。もう何年も前だから、これ。まあ、そうだね。覚えてない。うん。お、ラインヒットありましたね。3年か4年ぐらい前のビデオじゃないかな。ああ、で、そんなもん？うん。さあ、このね、ワイルドがね、どんどん加算されていくんですよね、倍数がね。だから今2倍ですけど、今度来たら、ワイルドが来たら3倍になるのかな。5個増えましたね。いいですね。はい。ボーナスシンボル2つで5個増えます。はい、これで4倍、4倍だ。これがあれなのよね、黄色に今色変わってますけど、うん、これが全部変わるとね、そうですね、なんかなんか、はい、もっと楽しいボーナスがあるんです ね、うん、それ取れたかな、取れてない、取れてないと思うね、これは、うん、あ、そうか、これ2倍か4倍かってやつだったね、私今勘違いしてた、ワイルドが加算されていくんじゃなかったね、これは。さあ、何倍だ、
これいいんじゃない？ああ、こういう時は2倍なんだね。2倍と4倍じゃ大きく違うわ。私この機械で結構稼いだ記憶があるんだけど、うん、そうか、このあれだね、黄色いラインが、うん、ラインというか色が全部変わって、うん、あのプログレッシスのボーナスができたからだね、うん、そうだね。あとあのなんかあのこうコインボーナスみたいな感じ、ね、そうだ ね、あれは楽しいんだけどね、うん、これは取れてないと思う。それは164ドル、5ドル、174ドルか今のところね、うん、まあまあいってるんだ。まだ5回あるからね。あ、本当だ。4回あと1個来たら今ありやすいね。スピンがフェール、これクイーンが揃ってるんじゃない？クイーンが揃ってるんだね、うん、ダブルでね。ダブルじゃないか。あ、ダブルか。ダブルだ、ダブルだね、うん、4倍ってことかな。これも、あ、これは鍵が1個だね。惜しかったね。4倍ってなかなか出ないのかな。2倍が多いか。そう、先週ね、うん、あの、パラに行ったんですけどね。はい。そしたら、撮影ができなかったんだよね。うん、だね。うん。なんかね、あの、なんかの手違いで、私たちのパーミットがどこにもなかったらしいんですよ。うん、あのサインしてね、ちゃんと書類を送ってる、出してたんだけどね、出してたのね、うん、でその後何も言われてなかったから、まあ、問題なくね、問題なく撮影してたんですけど、そのパーミットがどこにもないっていうことで、うん、撮影が急遽できなくなっちゃったの。だから先週ね、できなかったのよね。だから、水曜日の日、うん、あのちょっとあの、山場の方に行って、うん、あのビデオをちょっと撮ってきたんですけどね、うんうん、さあボーナスはね218ドルでした。はい、はい、でもこれは30回やんなきゃいけないやつだったから辛いの辛いの、もうすぐ終わるんじゃないかな。これで終わりぐらいね。あ、真ん中欲しいね。本当ね、真ん中欲しかったね。これ揃ってたら結構いくのにね。こんな感じだったのかな。まあ一応99ドル50セントのプロフィットになったってことだったのかな。まあプラスはプラス、まあ、プラスは OK よ、はい。で、これまた別の日です。今度は違うバージョンの、はい、ボーナスゲームですね。同じなんだけれども、この、あの、なんていうの？カラーが、はい、カラーじゃないよ。ちょっとバージョンが違うんだね。そう、バージョン、バージョン、バージョンは一緒でしょ？あれでしょ？絵が違うだけでしょ？あれも違う、ボーナスゲーム。あ、そうか、ボーナスゲームも違ったか。はい。そうか、そうか。これはですね、このワイルドの数だけ、今、右の上のところが今5になってますけども、これが6になったり7になったり、どんどん増えていきます。ね、ワイルドの倍数がね、今ワイルド来ましたので、今6倍7倍、ワイルドが来た数がそのまま倍数になっていくんですね、はい、やっていきます。はい、お、ワイルド来れますよ。お、いいね。はい、8、9、10、11倍、まあ、いいね。全部揃ってるわけではない、ね、全部揃ってないけど11倍なんでいいんじゃないかな。揃ってるのは、銃とキングと、あとこの、あとチップね。ね、うん、161ドル。おお、結構いった ね。これは1ドル80掛けです。あ、また5個増えるの。あ、来ないやつなのよ。増えないやつだった、そうだ。そう、倍数になるやつって増えないんだよね。そうなのよ。そうだ、そうだ。ちょっと違うんだね。はい、12になりましたね。私はこっちの方が好きなんだね。あの、基本的に。こっちの方が私が好き。この辺りで揃って、あ、ラストスピンなんだ、これ。ラストスピンだね。ラストスピンで揃ってくれたら。はい、来てください。あー、惜しい。残念でした。チェリーが惜しかったね。でも200ドルいってるよ。1ドル80掛けで200ドルで、さっきは6ドル掛けであれだもんね。だからビッグウィンだったね、これはね。そうだね。はい。はい。はい。お疲れ様でした。お疲れ、ありがとうございました。はい、それでは、ご視聴ありがとうございました。また見てね。またね。バイバイ。バイバイ。